とりあえず、とりあえず、河川さんのポスターがどっか行ったなって思ったら、キッチンの炊飯器の裏の窓際にかなり追いやられてたから、とりあえず持ってきたんだけど、絶対いらなくないこれ。意味わかんないし。サイズもなんか絶妙な。100%いらない。俺母親が言ってたもん、これ。母親がさ、家にいたんだけど、これが届いた時。なんか届いたから開けてみたら、知らないおっさん出てきてびっくりしたって言ってた。なんだこのおっさん カップ麺の値段知らん。もうなんいやでもね、カップ麺の値段知らないとかね、何々の値段知らない系はね、もう完全に俺にも刺さるね。もう俺自分で買い物一切しないから。俺全部ゴリラが買ってるから、もう俺もね、完全に世間から取り残されてるね。いやもう違うんだよね。あの、金とかじゃないんだよね。もうあの、完全にペットみたいな感じなんだよな。全部もう物が用意されるから。タバコも俺自分じゃ買わないからな。もう家に、家に鬼ほどタバコあるからね。 今もう10カートンぐらいまとめ買いしてもらってるから。10カートンどころじゃないかもしれない。俺んちの1階にある物置みたいな部屋、トイレットペーパーとティッシュと飲み物系とタバコがもう死ぬほど詰まってる物置ある。もう多分1年間ぐらい暮らせるぐらい。多分そこら辺のコンビニより在庫ある。俺禁煙無理だね。俺、一番、一回だけだな。一回配信で禁煙しようとしたけど、あの、配信できなくなる。か普通に本当に具合悪くなる。 でもね、24時間やめれる人って、タバコやめれるよ。俺はまあ、さすがにもう無理だな。禁煙とかバカらしいことやってらんねえ <music>